厚田神宮。名古屋南部の厚田大地の南端に神座。厚田社の創建は、中愛天皇元年あるいは646年と伝わり、三種の神器の一つである草薙県を祀る。この社は古くは伊勢湾に突出した岬崎城に位置していた。終わり国における地方大社として存在感を示し続け、中世以降は日本第三の鎮守。 伊勢神宮にあぐご由緒の尊い大社などとされ、国家的な崇拝を受けた。なお、織田信長も、桶狭間の戦いの当日の朝に、清州城から出て4時間ほどでこの神社に到着し、この場所で軍勢を集結させて、戦勝祈願を行ってから桶狭間へと向かったという。名古屋城近年の名古屋市都心部名古屋は、愛知県西部の地名、農尾平野の中央部にあり、伊勢湾に臨む。 元は、尾張徳川氏の城下町で、尾張国にあった。古くは、名古屋とも書き、その後名古屋とも書くようになっていた。この地が、どれほど古くから、名古屋という音で呼ばれていたかは定かではないが、旧広橋家本、後家市大裏書きにある、謙春門院ホッケ道領尾張国名古屋少領、河植草伝系図に、平安時代末期の小園名として書かれているのが、初見つまり、 現在確認されている文書としては最も古いものだとされ、南北朝時代の写本、工房大使御入場関結機の奥書きにも、終わり国名古屋総安陽寺と書かれている。宝佐という別名もあったという。戦国時代には今川氏がこの地に城を築いた。1532年、織田信秀が今川氏豊か,からその城を奪取し、名古屋城と改名した。 1610年、徳川家康がその子、徳川義直と清洲城に入り、この名古屋の地を城地と定め、加藤清正ら初代名に分担させて築城した。そして、義直が1616 16年にこの城に移り、この地は城下町として栄えてゆくことになった。この地名の表記は徳川市によって名古屋城下が開かれた頃から、名古屋と名古屋が併用されたが、 次第に前者に定まったという。江戸時代には上方と江戸の中間にある商業都市として栄えた。1870年名古屋藩観察令により、表記を名古屋に統一した。ありがとうございます。